エドワード・ビューロー、ルイ・エドアル・ビューローは、フランスの植物学者である。ナントに生まれる。父親のルイ・マルセラン・ビューローは選手である。兄弟に、動物学者、ルイ・マルセラン・ビューローや、言語学者としても知られるレオン・ジャック・ビューローがいる。1848年からナントで医学を学び始め、1856年に、パリで学位を得た。1872年に、 国立自然史博物館のアドルフ・ブロニャールの研究室で金学者のエドモン・トゥ・ラーヌの後を継いだ。1874年から分類学の分野の仕事にも就いた。アドリアン・ルネ・フランシェと共にチベットの植物の研究を行った。1875年にフランス昆虫学会の設立者の一人となり何度か会長を務めた。1904年に 国立医学アカデミーの会員に選ばれた。アンリエル・ネストバイオンの植物学辞典やオーギュスタン・ピラミュード・カンドールの編集した植物カタログプロドロムスやマルティウスのブラジルの植物などに執筆や協力を行った。筒子族の種ロドデンドロング・ユロビーに懸命されている。ビューローは植物の学名で命名者を示す場合にルイエドアル・ビューローを示すのに使われる。 ありがとうございます。